私はパニコ、28歳、独身。今日は仲のいい友人、花子と一緒にランチに来ています。ねえねえ、自分の結婚式はどういう風にしたい？え、何急に？ちょっと気になったから。そうだな。私は小規模な結婚式でいいかな。そんなのつまらなくない？一生に一度だよ。派手に高級感があるようにしなきゃ。なるほどね。そうね。花子とは大学時代から仲が良く、社会人になった今でもその仲の良さは変わりませんでした。そんなある日、花子から連絡が来ました。招待状届いた？届いたよ。参加できそう？もちろん。本当よかった。でね、お願いがあるんだけど、その日振り袖で来てほしいの。え、振り袖で？そう、みんなにお願いしてるんだけど、私披露宴は和装がメインだから、写真もみんなで和装で撮りたくって。そうなんだ。すごいこだわりだね。一生に一度しかない結婚だからね。でもさ、結婚式8月後半でしょ。8月後半の昼間の結婚式ってまさに炎天下じゃない？大丈夫よ、みんな夏の暑さには慣れてるでしょ。もうやだな。そう？大丈夫よ。じゃあそういうことだから、結婚式楽しみにしててね。はーい。振り袖か、小さいサイズがあるのかな。私は不安に思いながらも、迎えた花子の結婚式当日、私は受付を頼まれたので早めに会場に向かうことにしたのですが、駅から会場に歩くだけですでに振り袖も汗だくでびちゃびちゃ。なんとか暑さに耐えながら会場に着いたのは良かったものの、そこで花子から衝撃的なことを聞かされました。今日やっぱり暑くない？この暑さじゃ日射病になりそうだったよ。そう？水分取ってたら大丈夫だよ。どうせみんなお酒たくさん飲むでしょ。いや、そうかもしれないけど、お酒じゃ水分補給にならないと思うよ。大丈夫大丈夫。それよりも今日晴れてよかった。ガーデン演出も安心だよ。え、ガーデン演出？そんなのあるの？あるよ。な、ここから先はお楽しみだけど。嘘でしょ。灼熱の太陽、滴る汗、ヘロヘロな参列者、こんな炎天下の中ガーデン演出があるなんて、私はとても信じられませんでした。受付をしていましたが、やはり参列者の友人女性たちはみんな振り袖、男性もスーツで受付を済ませながら必死に汗を拭いている人たちばかりでした。そして始まった花子の結婚式。挙式とフラワーシャワーと集合写真までは暑くてたまりませんでしたが、なんとか耐えることができました。一旦披露宴会場に入り、ようやく涼しくなると思っていたのですが、司会者がとんでもないことを言い出したのです。それでは皆さん、新郎新婦たってのご希望で、これよりガーデンでのウェルカムパーティーです。皆様ガーデンへどうぞ。司会者がそう言うと、会場はざわつき始めました。新郎上司ははぁと叫んでいたし、友人たちは嘘と口々に言っていました。私はしぶしぶガーデンに出ると、アシナガバチが飛んできたり、大きな日傘もまばらで、あまり日陰がない中、メイクもドロドロ。親戚の留め袖の方、お年寄りも暑さでぐったりしていました。座り込む子供はお母さんと一緒に退席。そのまま花火が上がったり、鐘が鳴らされたり、バルーンが飛んだり、ケーキカットやらありましたが、もう意識が朦朧としてきて、感動どころじゃありませんでした。なんとか無表情になりそうなのをこらえて笑顔をキープ。近くでおばあさんが男性に抱きかかえられ、室内に移動していました。その後、披露宴会場に戻り、ようやく一休みできると思っていると、新郎新婦がお色直しをして戻ってきたのです。会場の誰もが驚いていると、また司会者がマイクで叫びました。披露宴も後半に迫ってきましたが、ここで一旦お写真を撮りたいと思います。
それでは皆様、美しい緑の中で新郎新婦がお待ちです。一緒にお写真をどうぞ。ふと外を見ると、ガーデンにて満面の笑みで待つ新郎新婦、集められる途中離脱者の皆さん、現在は午後2時、誰も動こうとはしませんでした。というよりお互い探り合ってる状態で、みんなうつむいて目を合わせないようにしていました。何人かがポツポツとガーデンに出るものの、午後2時の日差しにやられ帰ってくる始末。私もいたたまれなくなってガーデンに出たけど、またもや数分で汗が吹き出てくる状態。さすがにこんな状態じゃいつまでも無理だと思っていた時、披露宴会場にいた一人が手を大きく上げて叫びました。あの、気分が悪いので休ませてください。その突然の声に驚きましたが、周りの人たちもその声に続いて次々と私も私もと言って退場。まだ披露宴は半分ほど残っているのに、続々と参列者が退場していくもんだから、司会者も同様。さっきまでニコニコしていた新郎新婦もさすがに驚きを隠せないようで、ポカンと口を開けて退場していく人たちを目で追っていました。私もさすがに耐えられなくなり、一緒に会場を後にしようとすると、花子が私の手をがっしり掴んで行ってきました。ちょっとパニコまで出ていくなんて言わないよね。ごめんだけど、さすがに耐えられないわ。どうしてよ、私たち友達でしょ。こんなのありえないんだけど。花子の気持ちはわかるけどさ、こんな炎天下の中でガーデンパーティーするなんて考える方もどうかと思うよ。はぁ？友達だから言わせてもらうけど、自分たちの結婚式の前にみんなが参加することも前提で選ばなきゃ。みんな日射病になりそうなくらいきつそうだったよ。それにこんな暑さの中振り袖指定してくるのもおかしいと思う。こんなのみんなに日射病になれって言ってるようなもんじゃない？は？何よそれ。結婚式に呼んでもらえるだけでありがたいと思わないわけ？退場していくみんなも常識なさすぎじゃないの？怒りがヒートアップしたのか、大きな声でそう叫ぶ花子。すると花子の叫ぶ声を聞いた新郎側の出席者だった40代ぐらいの男性が近づいてきて口を開きました。言わせてもらうけど、君たちの方が常識ないんじゃないか。こんな炎天下の中で外での披露宴なんて誰が予想できる。結婚式に呼んでもらってるだと？祝ってあげたいという気持ちがあってみんな出席してるが、こんな辛い思いをしてまで祝うなんてまっぴらだね。君たちは自分たちさえ良ければいいのかね。参列者の中にはお年寄りもいるし、私だって若くはない。こんな炎天下の中でずっと笑顔で祝うなんて体力的にも無理があるんだよね。こんなことならご祝儀を返してほしいくらいだよ。なんて失礼な人だの。失礼なやつで悪かったな。だが君らより常識もあるし、私は新郎の上司という立場でもあるからな。え？上司？その言葉を聞いた花子は、その男性を上から下までじろじろ見ていて、その様子を見ていた新郎は震え始めました。さっきスピーチした人と違うじゃん。本当に上司なの？なあ、そうか。さっきまではメガネをしていたんだが、さすがに暑苦しくて外したんだった。男性はそう言ってメガネをかけると、花子は一気に青ざめました。え、嘘でしょ。君が今日言ったことは絶対に忘れないからな。これからの仕事が楽しみだな、新郎だな。カタカタ。男性はそう言って会場を後にしていき、私もそれに続いて会場を後にしました。結局花子の披露宴に親族以外誰も残る人がいなくなり、披露宴後半は身内だけでひっそりとやったそうです。その後花子から謝罪の連絡がありませんでしたが、私はさすがにあそこまで言われて友達で居続けようとは思っていませんでしたので、スルー。結婚式翌日には、参列者からひどい頭痛と吐き気がして寝込んだとクレームが花子たちに相次いであったそう。もちろん本人たちも同様の症状があったので、ぐったりとバテている中のクレーム対応はかなりきつかったそう。ちなみにウェルカムボードを作った子にも、ありがとうだけで一切お礼はなかったそうで、花子たちは友人たちに縁を切られ、上司や同僚に常識を疑われ、距離を置かれるようになったと知り合いを通じて聞きました。
ということだったのよ。ひどくない？そんで、あなたも大変だったね。あ、それでさ、昨日ナンパしたんだよね。私もなんか結婚したくてさ。うんうん、それで？お兄さん、落とし物ですって声をかけたわけよ。うんうん。そしたら、って男の人が振り向いたから、私ね、私との出会いを落としましたよって言ったわけ。うん。そしたらさ、あ、それ、俺のじゃないですって断られちゃったんだよね。そうなんだ。頑張ってるね。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。